始まりました。えー、毎月9の月日に更新の在庫スケーカーの黒ーのお時間です。今回はエピソード80ということで、ゲストはゼータ g c 部門のりょうたハイフンさんです。<laughs> はい、どうもりょうたハイフンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まあ、GC 部門のメインステージが近づいてくるということで、はい。それに関していろいろね、話を聞いていただけたらなと思っておりますけど。はい。 よろしくお願いします。緊張めっちゃ、めっちゃ緊張してます。はい。緊張して, <laughs> 張して <laughs> <で>めちゃめちゃ緊張してるんですけど。なんでこんな緊張してんだろうなってずっと思ってるんですけど。<laughs> はい。公開日が29ということで、30日からメッセージが始まりますけど、どうですか、チームの調子は。チームの調子はまあ、はい、ぼちぼちですね。<laughs> ぼちぼちですか。はい。<laughs> まあ、いい、うん、いいのはいいんですけど、 まあ、ぼちぼちだな。まあ、普通に心配、うん、結果が出るまでちょっとわからないんで。はいはいはい。やっぱそこはずっと心配はしてるんですけど。うん。チームの調子は、はい、いいです。そうだね。まあ、新しく二人入って、セレナさんは、まあ、いや、もともとそれなりにやってて、で、ユアさん知ってる人ってほぼいないのかなって,って。ああ、はい思うんで、まあ、ちょっと、なんか軽く、はい。なんかその二人の紹介とかをもらえると、 岩さんは、今18の次19かな。はい、あ、てか2人とも18の次19かな。うん、あ、そうなんだ。めちゃめちゃ若くて。ね。そうですね。岩さんは、いや、どっちもなんですけど、英明が強いですね。フィジカル良し。はい。フィジカル良し。<laughs> で、あの、ま、そのトライアウトも結構何人か来てたんですけど、うん、その2人に最初に決めたのが、もうフィジカルで決めましたね。 はいはいはい、まあでも大事だもんね<で>そこはなんかシンプルなエイムだけだったら、うん、あの既存の3人よりも多分強いんですよねおお<ー>要すに普通に、まあ、面と向かって打ち合ったりする時とかそういう話じゃなくてあの競技的なエイムコバークスとかああそっちあっち系のエイムだったら多分3人よりもあってですそういう打ち合いとかはまたバルラントって、うん、あの、うん 別の部分じゃないですか。シンプルなエムとは別の部分もあってそ、まあ。そっちで3人の方が、まあ今はもしかしたら、勝ってるのかなっていうのはあるんですけども、シンプルなエムが強くて、うん、えっ、それ倒すんだとかも多くて。じゃあなんか単純に、その、バロラントのプレイ歴はそこまで長くないけど、はいはい、FS としての歴は結構長めっていう感じなの、はい、2二人は。はい、あ、そう じゃあもうあとはなんか適応していくだけというか。そうですね。自分と、うん、まあもう一人アナリストの人でどうやってサポートして伸ばしていくかっていう感じです。はいはいはい。二人一人ずつ、いいところ。岩さんはアドリブの行動力がすごい、うん、あ,あの、あって、え、あ、そういうところを狙うんだっていうところでキル取れたり。はいはいはい。そこが強みな感じありますね。あ、めっちゃいい。はい、うん。めっちゃいいね。 で、セレナは、うん、セレナはもう、強いな、ただ。<laughs> なんか、え、それ3キル持ってくんとかが多いのがセレナって感じします、ね。はいはい。マキル多め。はい。まあ、それぞれ個性あっていいんですけど、うん、あとそうだな。ユアさんとかは、なんか独特な雰囲気があって、多分それも相まって、うん、あの、ああいうアドリブ力につながってると思うんですけど。ああ。 独特の雰囲気がある。独特っていうかなんか、掴みどころがないんすよね。つか掴みどころがない。人間的に。悪口。いや、悪口じゃなくて、いい意味で。いい意味で。なんて言うんだろう。いい意味で掴みどころがない。なんか、発想、発想がおもろいというか、柔軟ってことはいはい。そうです。考えが柔軟ってこと言い方悪かったか。そうだね。掴みどころがないわ。言い方悪かった。言い方悪かったかもしんない。まあなんだろう、そうね。柔軟な発想だったり、まあなんかその、 考えが固くないってことね。はい。セレナは人間的にはめちゃめちゃ明るいっす、ね。あ,あ、明るい人なんだ。私結構試合中も割とポジティブみたいな。だし、うん、やっぱ韓国人が喋る日本語って可愛いじゃないですか。うん。うんなんか、あれをセレナが言うと、うん、すごいチームが柔らかくなるというか、いはい。はい、そこもいいなって思います、ね。いいね。なんかその聞いてるとマジで、うん、なんかその発想力。 ユアさんの、要は、そういうキルの取り方するんだ、みたいなとか、セレナのマルチキルだったりとか、なんかどうしてもその、5対5で、プレイするので、結構、どっから必要になってくるような、そうですね。そう、不利状況でのマルチキルとか、結構きつい状態の5対5で、デフォルトやってる時のワンキルだったりとか、うんうん、なんかそういうの存在としてかなり大きいから、いや、めちゃめちゃでかいですね。じゃあ結構本当にいい。助かってます。いい感じだ なんか作戦を作るときとかも、うん、まあ作戦のある程度の軸とかで進行していくんですけど、うん、そこで結構、岩さんだったり、セレナの、また今までにないなんかその、うん、発想があるんで、それがいい変化を、はいはいはい。もたらしてるなと思いますけど。はいはいはい、まあなんか、変えて結果的にその、新しい風が吹いてるというか、はい。ね、なんかそういうのがあるのはめちゃくちゃいいよね。はい、じゃあ結構その、 え考えが合わなかったりとかはないのその新しい二人と既存の三人。あ,あもちろんありますよ。ある。<笑><笑>もちろんあります。あるんだ。はい。そこはどうしてるそこは結構話し合いの時間を大事にしてて。はい,はいはいはい。もうほんとそっちでどうにかしてますね。じゃあなんかその認識を合わせるとかすり合わせるみたいな時間で。そうですそうです。いや、いいね、まあ。なんか結局そういうのがなくなったら。うん。 まあ、あとはもうなんか、単純な発想力とかすごい、引いたような子がいたら、ね、新しい作戦とか、はい、既存の作戦も改良できるもんね。楽ですね。そういう意味で言うと。うん、まあ、じゃあ結構、その、いろいろ話してくれるんだったら、じゃあ、高知的には、かなり楽うん、うん。いや、マジで楽です。助かってますね。<laughs> なるほど。あ、<laughs> <laughs> もちろん、だからといって仕事は触るとかないんですけど、その、<laughs> その分、また別の時間に回したりとかがあるんで、うんうん、ありがたいです いいね。いや、そうなんか、昨日、ちょうど対戦会やったから、はいはい、まあ、荷物取り、なんかちょうどここで見返してたよ。うん、はい、はい。試合を。結構、はい、なんか、割と熱くなりそうなな、みたいな、ああああ雰囲気はあって。あの時間今すごく大事にしてて、うん、やっぱ、コーチが言ってることだけを、こう、うん、やる選手とかだと、本当にアドリブ力とか、うんうん、なんだろう、状況判断とかが良くならないんで、うん、選手だけで会話する時間だったりとか、自分で、その、 今やってるプレーを見つめ直す時間っていうのは、うん、すごい大事にしてますね。なるほどね。はい。まあ、基本、コーチと選手が全部考え合うんだったら、まあ一番楽だけど、<laughs> まあそんなにないしね。そうそうそうないっすね。すりこそこっちもこっちですり合わせていかないといけないもん、ね。はいお。じゃあまあ、新加入、いい感じなんですね。はい。いい感じです。<laughs> いいよね。え、なんかその、まあトライアウトを含めて、まあいろいろ、 結構来ましたか ?GC の部も。あ<ー>募集は。そうですね。他の、うん、あの、なんだ。ところに行くトライアウトがどれくらい行くかはわからないんで、ちょっと判断基準がわかんないですけど、うん、まあ、はい。来ましたね。ああ、いいっすな。はい。いや、なんか、募集して、トライアウトして、なんかその内容を見るっていうものも、なんか結構難しい。ああ、確かに、確かに。あれ難しいっすかね。 なんか書類で落ちる人もいるし、うん、まあ一時審査じゃないけどさ、うん、チームでちょっと入れてみたいなやるのも大変だし、でも俺し、久しくもトライアウトとかやってないから。<笑><笑>確かに確かに。あれ、見るところとかはまた難しいですしね。大変だよ。なんか将来、うん、その、一緒に組んで、で、なんかその先を考えて人を入れなきゃいけないから、なんかそれで結果いい人が入ったらめちゃくちゃいい。 いや、ね、マジで、マジでよかったです。<laughs> マジでよかったです。いいな。まあでも、エルさんって、はいいや、チームで日本人以外と組むことって初、初選手時代の時はめちゃめちゃあったんで、多分自分初年度にはもう、韓国人選手やってましてた。今まで誰と組んでたえー、今まで組んだ人ですかシンダインパー。あ死んだ、インパえっと、 女子っていう、元、あれ、どこだったっけなうフィリピンの名門、名門っていうか、有名人。ああ、女子。女エスみたいな。はいはいはい。はいとか、あと、モデスティン。入ったね。入ったね。えっと、シュズとか。はい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 。シュツ、シュツさんの懐かしいですよね。<laughs> 懐かしい、ね、え、じゃあ割とその、今の、今セレナさんが入ったわけじゃん。はい。そこの経験とかは、 <あ>若干生きてるめちゃめちゃ生きてると思います。ああ、いいな。いいよね。なんかそういうのが生きるのは。なんか、んかその、外国人がいるからこその、うん、大会中の独特な緊張感の中でのトライアンドエラーっていうのが、先にまあ、あんまこうなるだろうなっていうの予想,が予想があった上で、前回のオープン予選とかは、うん、あんまもろそんな感じだったんで、ああ、ここちょっと直そうかなとかはやっぱり。あ 確かに。なんか実際日本人同士でやってても大会本番かなり、はい、コミュニケーション難しいのに。ありますね。なんかまた,また別の、はい。去年はなかったような、うん、そういう部分とかがあるんで。マジでむずそうなんだよな。その、大会本番で全然違うことをしたりするじゃん。ああ、まあ、はいはい。そう、なんかそれ含めて VC もたまに日本人同士でも意図伝わってないような時とかあったりする。うううんうん、うん なんかそれが言語的に結構なんだろう難しい話ができないような状態だとめっちゃむずそうだよな。なずっと逆にそれをやるために普段のルール作りとかを徹底してなんだろう大会中のアドリブ力とかは結構なんか、うん、なんていうかなみんなでカバーし合える範疇っていうのがだいたい分かってくるんで、うん、普段のその基礎作りをやってたら練習でね。 なんで、そっちをやってる分、結構、そこに関してはみんな自信を持ってやられてるんじゃないかなってなあります。はいはい。なんかその、セレナさんの日本語がどれぐらい喋れるああはい。今って。その、おお<ー>。ま、それこそ他のチームだったら、はいはい、要はめちゃくちゃ流暢だったら、その今 DFM のメデューサとか、うん、はい。もうマジで日本人、こいつ日本人じゃんぐらい、はい。喋れる人も、韓国、はい、人選手結構多い、 確かに。そかどれぐらい喋れるのかなみたいな、うん。最初入ってきた時は、うん、まあ喋れないなって感じで結構心配してたんですけど。はいはいはい、え最初っていつ頃トライアウト終わって、うん、よしみんなで全体活動しようかってなった最初のタイミングの頃は、やっぱり全然うわ通じないなっていうのはあったんですけど。うん もう本人の努力で、今、普通の日常会話とかは全然できるし。あ,あ、そうなんだ。全然、はい、コミュニケーションとして。え、じゃあ、これぐらい 4, ?4、5ヶ月ぐらいみたいな。2、3、4、5。そうっすね、4、5ヶ月ぐらいで。すごい。いや、本当にすごいです。なかなかじゃね、だってね、普通にバロをやりながら。いや、そうですよ活動もやっす。バロやって、活動をやって、えー、っと、勉強もして、うん、えっと、その日本語の勉強もして、あの、 バロの勉強と日本語の勉強また別なんで。んで、毎日、まあ、ちょっとずつですけども、課題があったりするんで、個人に。はいはいはい。まあ、それもこなしつつこなしつつ、すごいです。大変だ。単純にもう、尊敬しますね。マジでめちゃめちゃ努力家というか、うん。勤勉な感じの。うん まあじゃあ、りょうたさんも3ヶ月、4ヶ月でね、日常会話喋れるぐらいの韓国喋れるかもしれない。無理っすね。<laughs> 僕多分できないっす。<laughs> 無理か。<laughs> いや、でもなんか、本当その、まあ実際さ、なんか語学学習で、その日本語、まあ韓国人やったら日本人に囲まれて日本語喋ってる環境で行ったら、うん、かなり収録が早かったりとか、するとは聞くけど、うんうん、聞くけども3ヶ月、4ヶ月ぐらいでね、うん なんか普通に喋れるようになるのはなかなかすごい、うん、すごい方マジですごいめちゃくちゃ物覚えがいいんだろうね、うん、いやそうですね、うん、本当に期待してます<え>二人に僕キャスに呼んだら普通に喋れるぐらいの日本、うん、ああどうすかねああそこまでではないみたいなでも簡単な会話はだったる<い>できそ,うらそうですねインゲームと簡単な会話はできるんで、うん、ちょっとまあ難しいニュアンスとかがもしかしたら通じないかもなってぐらいで、うん まあでも全然ね、3、4ヶ月でそこまでだったら、十分っすね。1年とかやってたら、来年にはなんかペラペラで、うん。量産より喋ってるかもしれない。僕結構日本語下手なんで、ありますね、全然。なるほどね。はい。まあでもなんか、そういう感じで成長が感じられるようなところがあったら、うん。なんか、練習も、ああ、なんか、前より喋るようになったから、こういう話もできそうだな、みたいな、ああ、あったりするの。めちゃめちゃあります。 あ,あるんだ。なんか前とかは結構1から10まで、うん、あの翻訳とか使ってたんですけど、うん、今とかはもう普通になんだもう喋りながらできるんで<ー>時間が短縮されてその教えれる内容がもっと増えたりとかあそのこういうことの単語をなんかいちいち翻訳してとかああそうですかそういう感じだったはいな、はあ、るほどねなんでそこの時間がめちゃめちゃできていいっすね なんか普通に翻訳挟まずストレートで話せるってなった時点でもう普通になんかなんら日本人の選手と変わんないもんね。はい,い,いな。それはなんかそのゲーム内でも結構影響あるあ、ゲーム内でもめちゃめちゃ影響あります。最初の方とかは、うん、なんだろうな。やっぱ役割的にも、今セレナ選手やってるんですけど、うん、役割的にもその、 メイン、まあその IGL 側がいる本体とは反対側にセレナがいて、そっちの情報もめちゃくちゃ大事じゃないですか。うん、アンカーでね。はい。で、それをセレナも伝えたいけど、言葉がわからないから伝えられないとかがあったんですけど。ああ。動いてるとかローテートしてるとか、はい、なんかそういう。そう,そうです、そうです。結構引き目っぽいみたいな。はい、サイトの情報を近くまで行くからわかるもんね。はい。で、逆もそうで、うん、その IGL が本体側がこの楽に対してこういうアクション出してほしいっていうのも、 そのスムーズに伝わらなかったのが今はできるようになったりとか。うん、ああ、いいな。めちゃめちゃいいです、ね、なんか本当に、なんか同じ作戦ばっか使ってるんだったら動きも決めれるけどね。うん,うん。<の>確か,に確かに。今割と多いような痛恨とか、で、補展開多めの、まあちょっとルーズな攻め、うん、あんまり決まりきってない攻めだと、うん、その試合中とかラウンド中のコミュニケーションが一番大事で。そうです、ね、めちゃくちゃ大事なんで。んそれ、そのレベルでちゃんと話せるのは本当にすごい、ね。 いや、めちゃめちゃ助かってますね。いいとこ、いいとこしかない。いいとこしかない。<laughs> 褒めれるとこがたくさんあっていいね。はい。なるほど。じゃあちょっとメインステージの話にいこうかなと思うんですけど。ああはい。え、他のチームに興味はおありですか他のチームに興味はもちろん。<laughs> あの、アナリストの人と話したりするんで。あ、本当？はい。いや、なんかね、やっぱバロラント バロラン、まあ、ゼーターディビジョンバロラントウボンは、他のチームに興味がない人が、やっぱり一ス数たから、<laughs> そう,か <laughs> そう多かったから。意外とね、なんか同じリージョンで戦ってるとか普段スクリームしてても、うん、え、こんなチームいたっけみたいな。割とそういうリアクションだったりとか、かはい、そう。まあ、なんか大会とかなんかそういうの興味ないとね、あんまり、あまあ確かに。チームの、はい、チームの興味湧かないのかなって感じだから。うん。なるほどね。 じゃあ割と今は、その、野風さん。はい。だよね。はい。野さんと一緒に、じゃあ、いろいろ話し合ってみたいな。そうですね。メインステージは。どうしようかっていうん、まあ戦略部分もそうだし、うん。今チームに何が足りないかとか、はいはいはい。個人にどういう課題を与えようかとか。はい、え、なんか野風さん、はい、一部の方も若干手伝ったりしてるいや、そうなんですよ。野ですごいなって思うのが。はい,はいはい。 一部の本を手伝いつつ、うん、自分たちの本を手伝いつつ、うんまあ、たまにアカデミーをちょっと見に行ったりとか。<ー>なんで。結構いろいろ顔出してやってる<笑><笑>そうですね。か助かってます。一時期、その、前までは、要はどこのアナリストみたいな GC アナリストとか、アルミのアナリストとか、一部のアナリストでなんか分かれてたのが今割と、 バロランドの全般のアナリストとして。確かに。そう、なんか、ご、統合されてる。なんか、いつ統合されたんだろうな、みたいな。気づいたらなってましたね。そうそうそう。まあでも人手が常に足りなくなる。から、まあ経験も含めて人間はたくさんいた方がいいっていうのはまあわかる。ちょうどシーズン的にも。うん。ちょっとかぶんなくなね。そうですね。あったりとかで。確かに確かに。でも今絶賛 VCT そうですね。今はもう、本当お互い忙しいですね。そうだね。はい。じゃあまあ、メインステージで当たるチーム。あはい。わかりますかフェンネル、DRX、ミーティアですね。ミーティアね。はい。ミーティア。メテオって呼んでる人さっき聞いたけど。スタッフで。まあでもなんか、バロやってると多分これは、メテオって呼んじゃうね。いや、読みますね。みんな。いや、自分も最初メテオでしたよ。 絶対。絶対みんなメテオっす最初。これはメテオって思うね。<laughs> ジェンジメテオの呼び方だな。<laughs> はい。そう、まあね。だってね、フェンネル、ロミアさんが今、あそうっす、ね、いますよね。いるもんね。はい。えどう元チームメイト。ロミアめちゃめちゃ楽しみっすね。なんか、ちょっと嫌だけど、楽しみだよね。なんかその元チームメイトと、ね、作戦ちょっと、ある程度は知ってるのもあるし、うん。なんかそれこそ相手はさ、 おめさんは三人のこと知ってるから、三、はい、人プラス、いわゆるコーチの、確かに。性格まで知ってるわけだから。か癖とかが。そう。知ってますもんね。だから、そういうのを踏まえて試合すると、結構やっぱ人読みとかね、そこら辺が発生するから、はい、なんかそこは、若干不利かもね。<laughs> 確かに。<laughs> まあでもいいよね。え、その同じ GC のチームとスクルムしたりって、今まだない 普段は、そこまでしないですね。なんですけど、今度、ちょっと、日本の GC チームとも、まあ、やろうかなと思ってて。うんはい、は,いはい。そこは、やってみて、いざやってみて、良、まあ、ければいな、はい。感想を聞きつつなんですけるほどね。ちょっとやろうかなと思ってますね。じゃあ、なんか、基本も、その、まあ、メイセージというか、GC で当たるチームとは、まあ、そこまでやらずに、そうですね。まあ大会本番で。はい。 って感じなんですね。じゃあまあ、フェンネルとか、このチームの、まあ、現状の強さっていうのは、まあ本当に大会、大会を通じてなんかこう感じるしかない。そうですね。まあ、うん、あと、あの、スパイク GG とかは 2D リプレイとかが出るんで、まあ、あれで見て、とかですね。まあ、内容とか。うん、意外と、あれでわかるしね、うん。意外とマジでわかります。 <laughs> なんか、リプレイ見て、試合のリプレイ見て、まあ、細かいとこまで見るのには勝てないけど、うんうん、なん。だかんだ、この作戦とこの作戦同じ、同じだなとか、この配置また結構使ってるなとかね。雰囲気を。雰囲気をある程度、掴めてくるんで。まあ、あなんか、そういうのを見て、事前にちょろっとイメージ作っとくだけでも全、ね、然違う。そうですね。じゃあ、その3チームと当たるわけですけど、 ま、各チームに、向けた対策とか、なんかその辺は今回、自分たちのプレーと対策とか、その辺どれぐらいの比重で、ああ、やる予定だろうかなって。答えられたら。<laughs> 答えられる範囲で。<laughs> 答えられるられいそうですね。まあ、対策はもちろん、最低限をやって、うん、まあ僕とそのアナリストの人で、対策で見るところは見て、うん、 そこまでは選手には、本当にこれ気をつけた方がいいよっていうのはちょこっと言うぐらいで。どっちかっていうと、予選でも、うん、と言ってたんですけど、自分たちのプレーをすれば別に負けるとは思わないんで。うん、そっちの方を普段の練習でも重視してやってますね。なんか、序盤の方って本当にさ、自分たちのプレイに集中した方が結構パフォーマンスいいよね。うんうん あと、リズムも作れるんで、うん、確かにそっちが大事かなとは思いますね。なんか最初から自分たちのプレイを捨てて相手に対応してだと、わけわかんなくなってくる。いや、本当にわけ、<laughs> あの、やってる多分自分たちがわけわかんなくなってくるんで、うん、後手に回るし、うん。自分たち軸で結構進めるようには普段から、かね、普段のスクリームから意識づけれるようには言ってますいい。なんか大会本番に強いチームって感じがしていいですね。 <laughs> 本当ですか <laughs> まあ自分が選手やってたのはあるんで、そうですね。うん、自分はもう結構、勝ちの方も負けの方も知ってるんで。はいはいはい。そうだ。まあそれが良かったかなとは、<laughs> か<に>今すごい。コーチ的には1年目とかなんですか 2>,、はい、2, ?2 年目か 2> 2年目。なんですけど、そっちが良かったかなと思いますね。まあ選手経験あれの有無はね、本当に。はい。まあ大事だね。俺とかはもうなんか、 だいぶ前すぎて、もう感覚忘れて、<laughs> 意味ないんだけど。<laughs> 予算にやる分ではね、全然数年前だし、ね。同じゲームだしね。はい、うん。そこがでかいね。じゃあまあ今回、その、まあ、GC、まあメンツマーも2人変わって、はい。まぁでもそれ以外ってか、そんな変わってないよね。んあんま変わってないっす。それ以外は。ロール含めとか、なんか、ーチームのポジションとか IGL とか、なんかそこが変わったとか。そうっすね。 えっと、既存のメンバーでロール変わったのがアコさんで、うん、あと新しく入った2人に、残りの空いてる枠をやってもらってるって感じで、うんうん、役割はそんな変わってないですね。アコさんの愛知は去年もだったんで、そのままやってて、モコさんスモークの鈴さんディエは変わらず。らずなんであとは新しく入った2人が、どうやって、 そのカバーするかとか。はいはい。で、もともと二人ともやってるロールが今やってるロールと違うんで。あ、前のチームに。コンバート、二人ともコンバートしたんで。そうですね。デュエデュエとか。デュエスモーク。あ、デュエスモークなんだ。なるほどね。で、今センチ西なんで。あー。じゃあデュエからセンチ。はい。デュエからセンチ。にしえた。はい。まあ、全然どっちも良さそうな。 っていう、大体元では何やらとしても。そうですね。な強い。強いです。なね、はい、なるほどね。じゃあ、まあ、ほぼ、なんか既存のメンバーのところは変わらず。そうですね。なるほど。まあ、なんか、ここ、注目して <laughs>、見てほしい、みたいなの、あればぜひ、最後に。えー、でも、圧倒的フィジカル <laughs>。圧倒的フィジカル。圧倒的フィジカルですから。え、それはなんか、そのスクリームとか、大会やってて、ちょっと ん思うはい、自分は見てて、うん、うわ、フィジカル強いなって、シンプル思いますね。<笑><笑>いいね。まあなんかそれだけじゃないもんね。そのフィジカルもあってみたいな。あ、そうです、そうです。もちろん自分たちもできる限りサポートもするし、うん、選手同士のコミュニケーションとかもまあ、うん。去年も、まあいろいろ、あの、なんていうんですかね。こう、トライアンドエラーっていうのを何回も起こして、うん 今良くなっていって、それを知ってるメンバーが3人残ってるから、かね、新しいメンバーにも言って、ノウハウをね、はい、分けてあげたりみたいな。まあ、確かに、そういうのがあるのはいいね。まあ、じゃあ圧倒的フィジカル。はい。わかりやすいので言うと、<laughs> 圧倒的フィジカルです。じゃあ圧倒的フィジカルで3チーム破壊できるあえ、でもえでき、できると思いますけどね<ー>。持ってるものを出したら。<laughs> うん あそれはもうどこのチームもみんな、はい、あると思うんですけど。いいっすね。いや、なんか、こっち視点で、その、ビジュアルがめちゃくちゃ強いっていうのまあまあ、まあま難しいと思うんだよね、そう。ああ、確かに。本当に圧倒的じゃないと、そう。なんか、結構ブレ、ブレる人にあんまり言えないことだし、うんうん、本当に安定して、パフォーマンスが高いんだろうね。自信が。 あるんで。いいね、はい。じゃあ、あと、今日何日だっけ ?23?24 だ。だ6日後か。もうそのまま休みなしですかいや、間に1日だけ休みは取ろうかなと思ってるんで。1> 1頑張ってほしいっす。はい。<laughs> 頑張ります。<laughs> なんか、ちゃんとブーケンして、<laughs> はい、その段階踏んで、いつもやってるから、あはい、その辺、その辺まじすごいなと思ってる。あ そうっすね。<laughs> GC は。確かに。めちゃめちゃ僕自身も意識してるのと、<う>みんなが迷わないように、はちょっと意識してます、ねうん。はいはい。どこに向かっていけばとか。いやでもなんか実際、引っ張ってくれたりとかね。うん。ここに行こうみたいなのがあると、全然ね、チームとしてのまとまり全然違うから、間違いないと思います。<laughs> ありがとうございます。<laughs> いや、なんかね、<laughs> いつもよくブーキャン中にオフィス来て、はい、それで会うことが結構多いと思う,あ<ー>思うんですよ。はいな。なんか、毎回来たら結構真面目に、やってるから。<laughs> そう、話してる内容とかもちょこいとこ聞こえてきて。もちろん真面目にやってます。<laughs> いや、なんかその反省会って結構気が抜けるからさ。ああ、はい。なんかそこを反省会とか,か見返しとか 真面目に聞いてくれるんで<う>僕の話、ね <laughs> はい、めっちゃやりやすいですね。バロブボーンが真面目だ真面目ではなかったわけではないけど <laughs> やっぱどうしてもその制限時間があるから、うん、集中力のねだからなんかそれを見てるとめちゃくちゃいいなって毎回思います。ますねはい、ということで、まあ、今回はね丸さんを呼んで。 孫に2人のこととか、新加入の2人のこととか、既存のメンバーの話とか、メッセージについて伺いましたけど、緊張を若干溶けてきました。あい、今の緊張ですかあああ今は溶けてきました。<laughs> もうすごい、Q さんが振ってくれるんで話、めちゃめちゃありがたいなって思いながら。いやいやはい、ということで、まあ、今回はメッセージとかいろんな話を聞いたんですけど、まあ、次回は、予算さんとコーチング、まあ、同じコーチ、 まあ俺は違うかもそう。同じコーチ、<laughs> 元コーチとコーチなんで、まあその話とかをいろいろちょっとしたいなと思っています。はい。ということで、体育セキュアの黒賞は第80回以上となります。ありがとうございました。なんか今日朝一発目だからなんか俺も変な感じだな。<laughs> <laughs> ということでゲストは、えー、出た GC 部門から良太ハイフンさんでした <laughs>、はい。それではまた次回もよろしくお願いします。さよなら。